欢迎来到宫川和也的清酒配菜搭配频道。这一次我想介绍第十四卷烧酒酒米仙。いや、今日は秋だけど暑かったな。今天是秋天，却像夏天一样炎热。热带国家冲绳县还热吗？喝烧酒会好起来的。九米岛是冲绳县的清酒。疲劳被吹走了，美味的渗透五脏六龙，渗透五脏六龙。这个人，山口县汤田温泉的西之宫长盘社长，已获得多项清酒资格。这是宫川和也的清酒配菜搭配频道。今天给大家介绍一下冲绳县泡盛的主题。今天的泡盛是酒米仙。酒米仙布朗，一个名为琉球泡盛的品牌，诞生于酒米岛。和往常一样，我会把它定位为我的印象。这是烧酒的定位图，纵轴具有高或低气味，在横轴上味道简单，味道复杂。它的酒精度数很高，位于右下角的浓郁类型。我想把它放在该区域的右上角。我将解释冲绳的 Kumeisen， 是将泡盛的美味传遍全日本的畅销书。它具有口感、香气和浓郁度，饮用后令人耳目一新。大约介于干净和醇厚之间，并带有清酒陈年时产生的甜美香气。这是一种只有在天然水源得天独厚的九米岛才能酿造的清酒，即使是大型工厂也需要手工劳动。特徴としては味も香りもすっきりタイプ。昔ながらの青森はどうしても匂いが強いというイメージ。介绍产品的特点，味道和香气令人耳目一新。过去泡盛的形象是具有强烈的气味，但现在制造酒米仙的公司意识到制作易于饮用的清酒。工厂内部有米的香味，这是原料，游客可以感受到。温和的味道和香味是有秘诀的。将大米浸泡在水中，检查大米的质量和湿度、温度等天气，以调整水的渗透程度。这是一种与酒米岛水相匹配的清酒。ということで、今回ちょっと初めてですね、青森ということなので。泡盛是一种产于琉球群岛的蒸馏酒，蒸馏酒与威士忌和白兰地属于同一类型。泡盛有大约600年的历史。Kumeisen 标签上写着琉球泡盛，琉球泡盛是冲绳县的意思。泡盛有四种定义，但产地并不重要。冲绳县以外也生产泡盛。沖縄県産のみ琉球泡盛と言いますね。泡盛にはですね、4つの定義があるんですけども、原産地は問われないので、沖縄県外でもですね、生産された以下是泡盛的四个定义。以大米为原料，我用泰国米饭，食用了黑曲霉。清酒酿造过程只需要一种准备，用锅蒸馏，大米淀粉与黑曲霉一起糖化制成醪，之后酵母和酒精只蒸馏一次并陈酿。冲绳县有醪醋，据说这种由黑曲霉产生的柠檬酸对健康和饮食有益，泡盛也对健康有益。それを作られた後にですね、酵母とアルコールを一度だけ蒸留しまして、熟成する。特に沖縄県産のもろみずっていうのがありまして、黒麹菌からですね、出るクエン酸がですね、非常に健康とかこのダイエットにですね、いいということで、この青森はですね、この黒麹菌の威力でですね、大変健康にもいいということですね。泡盛已有600年的历史，但具体情况尚不清楚。作为一个既定的理论 Shamukoku，
据说蒸馏器、蒸馏技术、泰国大米和储存瓶是从现在的泰国传入琉球的，据说是14世纪下半叶到15世纪。最初是由植物制成的酒，根据琉球的气候进行改良，成为泡盛酒。泡盛是赠送给中国和日本江户幕府当权者的礼物。1671年琉球王将泡盛赠予德川家康的文献记载，それから本格焼酎とか青森の蒸留酒としてのですね魅力の生かし方。这里有六种方法可以展现真正的烧酒和泡盛酒的魅力。您可以充分利用清酒的好处，享受食材的特性。利用主要成分是各种烈酒的事实，充分展示新酒的乐趣。使用可以让您享受香气的蒸馏酒，您可以使用蒸馏酒将其作为餐酒享用。充分利用您可以根据自己的口味自由饮用和划分的事实，所以我希望你喜欢它。今日料理長に朝からですね、沖縄料理作ってくれよってね、青森だからね、当然そうでしょっていうことで、沖縄料理シリーズで今日行っております。まずはね、定番ですね、ソーキそば、豚肉が上に乗ってて、皆さん大好きなソーキそばを合わせていきたいと思っております。我请厨师制作冲绳美食，并准备了冲绳美食系列。这是一款经典的荞麦面，猪肉在上面，结合荞麦面、粗面条与酱油汤相得益彰。冲绳县有很多猪肉料理，浓浓的泡盛非常适合。接下来是垃圾饭团，它看起来像火腿包裹在海藻中，这也是经典之作。与库梅森匹配，然后是苦瓜，苦瓜 Champuru， 苦瓜似乎对你的健康也有好处，冲绳人的寿命更长。电视上说是苦瓜和 Shikuwasa 的保健作用，苦味与泡盛烧酒相得益彰。ゴーヤはね、体にいいんですよ。沖縄県の人って長生きじゃないですか。テレビで見たことありますけど、ゴーヤとシークワーサー、これの健康的な作用によるものだっていうことで、沖縄の方は長生きが多いというふうに言われてますね。ちょっと苦味がね、ちょうどこの青森焼酎と合いますね。それから、お酒飲みの Mimigar 推薦给喜欢酒精的人。这是猪耳朵的天妇罗，另一种是加醋和味增的 Mimigar。它干净利落地完成，清爽的味道也很适合 Kumason。我认为冲绳美食已经进化到与泡盛相匹配。ミミガーとスミソのさっぱり系はクメセンとも合うし、多分だから青森と合わせるように沖縄料理も多分そういうことで発達してきたんじゃないですかね。それでクメセンとか青森とか強い先に実はデザートをちょっと合わせてみようという山口県産の夏みかんゼリーということで、実はペアリングするんじゃないかということで、作っております。合わせてみます。我尝试了泡盛的甜点，它像 Kumason 一样具有强烈的酒精含量，是山口县产的下城的下城果冻。事实上，它会牢固地配对，烈酒与夏日橙色甜点相得益彰，烈酒更适合你。我们还准备了山口县的特产 Wiro 和 Yamaki Dango。秋吉台是由石灰岩构成的喀斯特高原，距离这家酒店30分钟路程。Yamaki 是指每年二月举行的田野焚烧活动，从春天到夏天，这里变成了一片绿色的草原。它是从参与这座山燃烧的人们渴望吃饭和康复的愿望而诞生的产品。原料为白糖、水淀粉、年糕粉、豆粉。仅此一项就很好吃，但它与泡盛很相配。吃 Yasuki Wiro 并与水稀释的泡盛混合，烈酒和甜食很相配。由于泡盛的原料是大米，所以会与红豆同步。Wiro 和 Yamaki Dango 在由 Nishi Masatokiwa 经营的娱乐旅馆 Omotenashi Mail Order 出售。甘い Wiro はね、相性
合いますね。で、小豆は特に、いや、もともとこれ台湾地区で米で作ってますから、小豆系のものとその米でできてる青森というのは同調しますね。合いますね、とても。ということで、ウイローとですね、美味しい山焼き団子、これも我尝试了泡盛的甜点，它像 Kumaisen 一样具有强烈的酒精含量，是山口现产的下城的下城果冻。事实上，它会牢固地配对烈酒与夏日橙色甜点相得益彰，烈酒更适合你。我们还准备了山口县的特产 Wiro 和 Yamaki Dango。秋吉台是由石灰岩构成的喀斯特高原，距离这家酒店30分钟路程。Yamaki 是指每年2月举行的田野焚烧活动，从春天到夏天，这里变成了一片绿色的草原。它是从参与这座山燃烧的人们渴望吃饭和康复的愿望而诞生的产品。原料为白糖、水淀粉、年糕粉。